カピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラボのカピさんです。この間プレミア公開という初の試みをしてみました。事前にサムネを見てもらい、興味を持ってもらえたらいいな、と思い試してみました。さて、今回は以前にハードオフで購入したジャンクマザーのお話となります。それではどうぞだいたい半年前くらいのお話です。カピさんラボメンナンバー005の五郎くんの PC を作るためにパーツ探しをしていました。もちろんお店はハードオフです。CPU は手元にあるんだけどマザーボードがちょうどいいのが売ってないな。という感じで店内を物色してました。すると、あなたはそこにいますか？なんだ？私はここにいるよ。どこだどこにいるんだ？ジャンクコーナーのショーケースの中か。という感じの出会いとなりました。いや、やっぱりハードオフさんはジャンカーの聖地ですね。良いお買い物ができました。って言ってもジャンクですけど。それではマザーボードさんにご登場いただきます。はい、ASUS 製の H170M プラスですね。こちらは1500円で購入いたしました。以前に一度動作確認をしたのですが、動かなかったものとなります。BIOS 不要かなと思いその際にチップは取り外していました。なので右下には BIOS のチップが載っていません。いやー、ASUS さんのロム焼きは特殊なんですよね。結局チャレンジを断念した過去があります。今回は1月18日に公開した動画の取り外しをしたマザーが同じ型番のものなので、ロムの入れ替えで治るのかチャレンジしたいと思います。まずは動作確認。CPU とクーラーは i5-6500 を使用します。CPU の動作は確認済みです。とりあえずマザーを眺めていきましょう。特に目立ったダメージもなく状態は良好に見えます。ただしなぜか起動しない。おそらくどこかに不具合があるのでしょうね。私は BIOS 不良を疑っています。まあ、全体はこんな感じです。至って普通なマザーです。側面はこんな感じ。ちょっと USB ポートとかが少ないですね。個人的には USB Type-C よりも USB 3.0 を増やしてほしいです。ここは特に話すこともないですね。それではこの子を組み込んでいきます。動作確認だからリテールで。リテールクーラーはつけやすいから好きです。CPU を開けて組み込んでいきます。ケースに逆さまに入れてた。一応 CPU をどやります。この間広角されたけどどやーってします。画角を見やすく変更しました。ソケットに CPU を設置していきます。最近また慎重に乗せるようになりました。前にピンを折るまでは、こんなんどうやってピンなんか曲げるんだよって思って慣れでちょっと調子に乗っていました。動作確認程度なんでグリスはちょっとだけ。いろいろあった MX4 を使います。塗り方は中央にウコン塗りです。そうしたらクーラーを取り付け。あ、前の動画でプレミア公開をしたんですがチャットが楽しかったです。11分くらいの動画だったのですがあっという間に終わってしまいました。でも、平日なのに公開時間早すぎたかなってちょっと後悔。あ、クーラーの取り付けも完了。あとはメモリですね。メモリはコルセアの DDR4 を使用します。2133MHz の 8GB となります。最小構成なので1枚だけ。あとはボタン電池も付けておきます。最後にこちらの電源ですね。いつも動作確認に使っている FSP の 500W 電源となります。こちらの24ピンと CPU 補助電源の8ピンを取り付け。前足しか映ってない。内蔵グラフィックがあるからグラボはいらないですね。HDMI のケーブルのみつけます。あとはいつものスイッチ。これ本当に便利。ディープオンスピーカーと電源スイッチをつけます。このディープオンスピーカー鳴ったことないんだけど壊れてるのかな？とりあえずつけときます。これで大丈夫。あ、大丈夫じゃない。BIOS のチップを忘れてました。
これはこのマザーにもともとついていたものです。ロム焼きしようと思ってましたが断念したやつです。これで大丈夫かな？電源ケーブルをつけて起動チェックをしていきます。それでは起動。スイッチオン。ファンは回ってますね。ビープ音はなし。回ったり再起動したり。やっぱりダメですね。画面が出ません。以前の症状と同じです。それでは正常に動作するこいつからバイオスチップを拝借しましょう。この同型マザーはこの間正常動作するものから取り外ししたものとなります。ここのバイオスチップを拝借します。こっちのチップを外して入れ替えます。専用工具はないのでピンセットで。皆さんに竹ひごや専門工具がいいよって教えてもらっていたのですが、購入しておりませんでした。申し訳ないです。取り外しが終わったらさっきのマザーのチップも外して入れ替えをします。こっちも外していきましょう。この入れ替えで起動するようならばバイオスチップの内部データの破損でしょうね。正直特に破損も見当たらなく状態もとてもよく見えるので、これで治ってくれるといいなーって思いながら作業してます。こういう電子機器って間違いなくここだっていう箇所は素人ではなかなか判別しにくいですよね。ハードオフさんのマザーボードはピン折れがなければ結構動いてる気がするのですが、これはピンは大丈夫そうなのに起動しません。とりあえず外せました。ではこのチップを動作しないマザーボードに組み込んでみます。上下を間違えないように位置を合わせて押し込んでいきます。この時、斜めにならないようにまっすぐ押し込みます。ゆっくりと水平に入れていきます。このチップ邪魔だな。はい、これで OK ですね。これでチップの乾燥が終了しました。それでは再度起動準備をして起動確認を行っていきます。その前にこのコイン電池も頂戴しよう。この電池は交換して半年も経っていないからこっちの方が確実なはず。カチンと跳ねます。こっちに移植しました。スイッチ類を取り付けて再起動。これで起動してくれたらチップの中身ごとバックアップして、書き換えすればいいかななんて考えながら作業してます。起動の瞬間ってドキドキ、ワクワクしますよね。最近失敗も多くなってきてるから、起動してくれるといいんだけど、どうなるかな？それではチェックしていきましょう。スイッチ。オンジャー。ファンは回っているけどどうか？回り方がさっきと違いますね。今回は再起動はしないですね。画面出力よ。来い。ダメっぽい。今回も失敗かも。ピンは曲がりも折れもないし、CPU とメモリと電源も生きてるやつ。CMOS クリアも試したし、最小構成だし、原因は違うところか。とりあえず出力が死んでるかもしれないから端子を変えてみます。一回電源を切ります。BIOS 出てくれたらよかったのに。チップのせいだと思ってたな。それでは HDMI から DVI に変更します。こちらの変換アダプタを使用します。多分これでも動かないんだろうな。接続が終了したので再確認。これで動いてくれたらオンの字です。配線と電源スイッチを。ポチッとな。起動したらこっちのモニターに出力されます。やっぱりダメですね。これはBIOSの不具合じゃなかったようです。違う部分が壊れているんだと思います。チップコンデンサとかかな？こうなると初心者ジャンカーのカピさんにはどうしようもない案件になってきます。しょうがないのでこの子にはハンダの練習台になってもらおうと思います。
締まらない結果でしたが、今回の動画はここまで。皆さんいかがだったでしょうか？最近失敗動画ばかりですみません。次はいい動画になるように頑張ります。いつも見てくれてありがとうございます。それではまたー。Thank you.